ね、ちょっと心にくる出来事起こりまして、皆さんツイッター見てくれた？いや、とうとうね、あの友達にね見バレしたという話。いや、私絶対バレる、絶対バレない自信があったんやけど、バレました。というのも、なんでバレたのかっていう説明していい？いや、もう本当にね、本当にみんな気をつけた方がいい、このバレ方っていう。私のこのさ、前例というか、それをね、私のこの、行ってしまったことを、経験の糧、歴史の糧にしてほしい。反面教師にしてさ、なんかさ、見バレ辞典に載せてほしいわ。VTuber、見バレ辞典、ドーン。私、本当にさ、なんていうの？バレないように気をつけてたのね。一応ね。私、これでも。友達にバレないように気をつけてたの。これでもね。二次三次の、〇〇って面白いよね、みたいに言われても、へぇ、そんな人いるんだ、みたいなさ。なんか、もう私 VTuber 見ませんし、みたいな感じのテンションだったわけ、スタンス的には。ひょんなことから普通に雑談してて、TikTok 私見るの超好きじゃん。で、TikTok のアカウントって、高宮のアカウントしかないんだよ。でさ、自分がすごい気に入ってるやつって、ハートを押してるわけね。TikTok に流れてきただけでも全然バレなかった、ずっとね。バレなかったんだけど、Twitter のハートを押してるお気に入りの動画、ネモネモキャットっていう動画してる、猫がミルク舐めてね、にゃむ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 、にゃむにゃむキャットだっけな、ねむねむキャットだっけ、にゃむにゃむしてる、この、鳴き声、鳴き声に音楽を乗せるっていう動画って、それがすっごい可愛いわけ。で、見せてあげたいと思って、この動画知ってるって言って、私は URL を、ハートのとこから飛んで、保存じゃなくてね、ハートのとこからその動画に飛んで、私の動画じゃないよ、飛んで、で、URL をコピーして、渡したの。でも、それだけだったら、URL 飛んだら、私の画面からは、私が、その共有したって出ないわけ。わかる？ブラウザからは出ないんだよ。で、TikTok だったらもうその、投稿者さんのページに飛ぶの。なんだけど、TikTok 、TikTok を入れてない人は、どうやら携帯のブラウザに飛ぶらしく、なんかURL の下の方に、高宮りょんさんが共有しましたってどうやら出るらしいです。皆さん気をつけましょう。私一応確認したの、その飛んで、自分で飛んでね、パソコンのブラウザと、あとその何 TikTok のそのiPhone の方でも確認して、で、あ、これはURL だけで普通に投稿者さんのページにしか飛ばないから、あ、大丈夫だなって私確認したんだよ。そしたらアプリ入れてない携帯の方はアプリ入れてない携帯には名前が出るらしい。どうやらこれはマジでね、みんな本当に気をつけてほしい。それでね、そう、バレ方もさ、やばくてさ、今動画見てるよみたいに言われて、あれ動画見てんだみたいな、何の動画って言ったら、二次三次が TikTok に出てきたって言われたの。お、二次三次か、へえ、二次三次よく出よく出てくる
るよねってあ、まずいなって思ったけど、なんで2時3時の話いきなりされたんかなって思って、やっぱ女の子が TikTok 多いから、あの男ダイバーのさ、なんかまとめみたいなのがよく流れてくるんだよね。で、あ、男ダイバーの切り抜きとかかなって言ったら、いや、女の子っぽいみたいな。あ、へー、 VTuber とか見るって、いや、見ない。あ、そうなんだ、へー。共通の知り合いの名前出して、まるまるちゃんもあの VTuber 好きらしいよみたいな。なんか2時3時ってとか私は知らないけど、あの好きなんだってみたいな、この間なんか言ってたよみたいなって言って話をそらしただよ。そしたら、あ、そうなんだって終わったんだけどなんかさ、なんでこのタイミングで言ったのかって私は分かんなかったの。普通にだって私目線からしてね、普通に私目線からして、あの動画共有して、猫の動画見てほしくて、可愛くないみたいな、この動画可愛くないみたいな、猫好きかなみたいな言って、普通にさ猫の動画をさ共有したかっただけなのに、いきなりさ、そう、猫の動画共有して10分後とかに2時3時の話いきなりされて、男ライバーじゃなくて女ライバーって言われて、なんかこう嫌な予感がまたありついてきて、一応聞こうと思って、女の子って髪の毛何色だったって聞いたの。そしたら金髪黄色だったって言われて、やばいじゃん、もう汗だらだらこっちはもうやばい。で、あ、ポニーテールだった？ツインテールだった？って聞いたら、ツインテールって言われても、私だとなりました。はい、ということでね、皆さん、VTuber の皆様、TikTok の URL 共有は皆さんしないようにしましょう。あれは罠です。ツインテールの金髪女なんて私しかいねえじゃん、ほんと。星川であれって思って、こんだけ星川であれと心から願ったことなかった。でも、あの高宮だった。金髪のツインテールの女なんてさ、私しかいなかった。悲しいわ。